4.8 両国同門であるジャストファイブガイズの真田が新日本の頂点に立ったこの日、金曜ボーナスやところでこっからスタートするんだよ。そしてよ、俺自身も景色変えなきゃいけねえんだよ。もう高木、おめえを倒さねえとよ、俺自身新しく進めねえんだよ。このリングに新たな景色を、挑戦者太一。何がジャストファイブガイズだよ、あいつら。結果残すよ、真田だけだろ。ジャストサナダガイズに名前変えるって。迎え撃つは KOPW2023 保持者高木慎吾。去年てめえに何連敗したと思ってんだよ。お前をぶっ倒さないと景色変わんねえんだよ、あの景色が。太一は高木との KOPW 戦で現在3連敗中。己の野望とリベンジを果たすためこの戦いに挑む。その KOPW は大きく変わったな。あんなクソみてえな陳形なトロフィーからそんな立派なベルトに育ってよ。だからこそそろそろ収穫の時期だ。3度目の挑戦だ。どんなしんどいルールでも受けてやるよ。どんなルールでも言ったが、おい太一、ペナルティだった。おい、トライアドマッチはおい過酷だったぞ、激烈だったぞ。あの時の戦いもさらに激しくした。それが高木式トライアドマッチだ。今回のルールはピンフォール、ギブアップ、KO、TKO、リングアウトの5つの中から3本を選手した方が勝利となる高木式トライアドマッチに決定。おい太一、お前を激烈な世界に引きずり込んでやる。最後に勝つのはこの俺だ。過酷極まるこのルールで両者の因縁に決着をつける。 KOPW2023 争奪戦、高木式トライアドマッチ、挑戦者太一 VS 保持者高木慎吾。